アテナ職人はソースネクストが販売しているハガキ作成ソフトウェアである。元はアジェンダが開発、販売していたマッキントッシュ用のハガキ作成ソフトウェアでマッキントッシュ本体にも標準で添付されているなど大きなシェアを誇っていた。Mac 用の同ジャンルソフトとしては2016年現在23年連続ナンバーワンを誇る。1998年10月からは Windows 版もリリースされた。以降、Windows 版は商品名に成暦を、マッキントッシュ版はバージョン1からの投資番号を商品名に使用している。2004年8月30日、アジェンダはソースネクストと Windows 版の業務提携を発表した。以降、Windows 版に関しては、店頭ではソースネクストのパッケージが販売され、 アジェンダ公式サイトでは昨日強化したプレミアム版がインターネット限定で販売されていた。2016年4月1日、アテナ職人シリーズソフトウェアの著作権、商標権等の権利をアジェンダからソースネクストへ譲渡した。今後はソースネクストがすべての販売、サポートを行うこととなった。開発についてはソースネクストからの委託でアジェンダが行う。 2017年現在、ソースネクストが、筆豆、筆王、アテナ職人と3本のハガキ作成ソフトを開発、販売していることになるが、アテナ職人は、機能を抑えたシンプルな UI とし、より簡単に年賀状作成ができるようにし、筆豆と筆王の差別化を図っていると位置づけの違いを説明している。ムックに付属する形で提供されているバージョン。 アテナ職人ムック版の形式で命名されている。2002年10月発売のムックで最初のアテナ職人ムック版が登場し、以降、2003年10月発売のムックでアテナ職人ムック版2など、毎年リリースされ、2020年10月発売のムックに付属するものがアテナ職人ムック版19となる。オリジナル版とは異なるナンバリングを持っている。 エコリカが販売促進として自社商品購入者に配布しているバージョン、Windows 版のみで Mac 向けはない。特別仕様版のため、同一バージョンのプレミアム版とは一部の仕様が異なる。2015年11月にアテナ職人2016エコリカ版の配布を行ったのが最初で、以降、2016年11月にはアテナ職人2017エコリカ版、 2017年10月には、アテナ職人2018エコリカ版の配布が行われた。その後は同様のキャンペーンは行われていない。キャノンが2010年11月から2011年1月までの期間限定で自社製品購入者に配布したバージョン、Windows 版のみで Mac 向けはない。ありがとうございます。